9月30日1日の取引が終了しました。日経平均株価は続落しています。今日の終値は昨日との比較で91円63銭安の 29,452 円66銭となりました。トピックス東証株価指数も 8.13 ポイント安、 JPX 日経400も 70.06 ポイント安とそれぞれ小幅に下げました。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 36%、 789銘柄、これに対して値下がりが約 60%、 1298銘柄となっています。変わらずが 4% ほどありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って下げております。今日は希望的にはほとんど変わりないと、上昇率下落率で見ますとほぼ似たような下落率ということで規模的な偏りはあまり見られませんでした。商いは大きく膨らんでおります。1日通しての売買高15億5100万株余り、売買代金4兆3914億円、4兆4000億円近い売買代金を1日でこなしたということになります。これに関しましては今日の大引け段階で日経平均株価の銘柄入れ替えが行われたと、これに伴いまして大口の機関投資家などの売買が膨らんだといった要因が指摘されます。そういう意味ではテクニカル的な技術的な要因による増加でありますので実商いとしますとこれよりはだいぶ少ないということにもなります。それでも実商いベースでも3兆円台前半あるいは3兆円台前半から半ばぐらいの代金をこなしておりますから商いとしては決して実質ベースでも少なくなかったというレベルです。今日は日経平均株価朝方小動きで始まりました。ただその後午前10時過ぎには中国で発表されました経済指標9月の製造業購買担当者景気指数いわゆる PMI が節目となります50を下回ったということを受けまして日経平均株価200円以上下げる場面もありました。ただその後は徐々に買い戻し押し目買いなどが入りまして下げ幅を縮小、日本国内におきましては今日30日をもって新型コロナの緊急事態宣言が全面解除されるといったことで経済再開への期待感も強く今後の経済対策新内閣による経済対策への期待感などから内需系の銘柄中心に上昇する銘柄も見られました。結果として日経平均株価5番に下げ幅を縮める展開となっております。5番に入ってはプラスに上昇する場面も見られました。ただ引けにかけては買い物が続かず結局小幅安で終わったという今日一日の動きであります。そういった中で景気敏感株世界的な景気敏感株などには売り注文も目立っております。特に中国景気の先行き警戒感などもありまして日本郵船9101をはじめとする海運株は大きく下げる展開となりました。このあたりはコンテナ船運賃指標の上昇などを手がかりに直近で大きく買い上げられてきたという反動もありまして短期の利益確定売りなどに押される展開となっております。逆に上昇した銘柄といたしましては国内におけますアフターコロナを睨んだ経済対策あるいは GoTo キャンペーン再開への期待感などから旅行関連あるいは消費関連輸出外食関連などが総じて買われました。代表的な銘柄といたしまして JR 東日本9020なども商いを伴って上昇しております。今後の GoTo トラベル再開への期待感などが買い材料ということで人気化しております。以上今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。